ちょ、カズシ、うん、あのさ、まあ、ちょっとお願いがあるんだけどさ、その今その、うん、あの今さ、ガミ今 YouTube やってるやん、うん、まあ、それまあ、ゆうきと俺とソータでまあ主にやってるんだけど、うん、その今さ、その、まあ、まあ、ちょっとさ、まあ、ツアー中でさ、まあ、まあ、忙しいってまあ言いたくないんだけど、その、まあ、いろいろあって、その、今素材が足りないよね。ああ、そうだから今そのガミ TV を、まあ、今一応毎日投稿にしてるんだけど、うん、なんかその頑張ってんじゃん、僕たち。そうそうそう、頑張ってるやん、うん、頑張ってるんだけど、そう、今ね、素材が ごめん、どうしても足りなくて、あ、毎日投稿が、そうそうそう、そう、だから今本当に申し訳ないんだけど、ちょっと今本当撮らなきゃいけない状態なので、今なんかここでね、なんか撮れるベストの形として、その今一つ俺いい企画思いついてるんだけど、何、いい、その、うん、抹茶アイスの中身をあの全部わさびに変えてみたっていうドッキリなんだけど、ドッキリ、そうそうそう、でこれもごめん、これも今言っちゃってるけど、こう、まあ、やらせ、言っちゃってるね、それ普通に言っちゃってるね、え、そうそう、ごめんごめん、ごめん、言っちゃってるんだけど、そ、まあ、ちょっとごめんごめん、うん、やらせみたいな形には なってしまうんだけど、その、うん、足りないから取るんだよね、今からドッキリを、取るっていうこと、そう、あの、ぜひ、まあ、そのもう本当に時間、ね、もう今取んなきゃいけないので、その、それドッキリだったらさ、言わへんかってもよかったんじゃん。いえ、そうなんだけど、ちょっとこれ、まあ、理由が、今理由があって、ああ、本当はその、まあ、この抹茶アイスの中身をわさびに変えて、うん、本当は固めたいのね、あのアイスみたいに、あ、わさびを、うん、でもその時間も今なくて、だからその、ああ、そんなに追われてんの俺ら、時間に時間にそんなに追われてる、うんうんうん、ごめんごめん、あの、ごめんごめん、あの時間割れてて、うん、だからその今中身をわさびに変えるんだけど、うん、それが凍ってない、うん、わさびってこと、そう、ごめん、あ、それを、うん、だからあのちゃんと凍ったアイスのように食べてほしいっていう、あ、そう、それもあって、え、演技するってこと、俺が、そうそう、さすがにさ、その凍ってないさアイス見たらさすがにわさびだってわかると思うのよ、さすがにカラシでもさ、そのいくらさ、その天然とかバカとか言われててもさ、さすがに、うん、そう、分かると思うのよ、ああ、だからそこをなんとか、だから、だから初めに、ああ、分かるから、あ、もう伝えたって、そうそう、伝えて、それをちょっとごめん、ほんとやらせになってしまうけど、それをなんかうまく取れないかな、やらせか、やらせか、やらせか、そうだよね、それ、うん、やらせやだな、なんかの毎日投稿頑張ってる、まあ、確かにそれは分かる、急にもうやらせか、そう、やっぱ、そう、やっぱファンとかもある、まあ、あると思うけど、あ、やっぱその、やっぱ毎日投稿を守りたいし、なんかこちらとしても、まあまあ、毎日投稿って言っちゃってるもんね、うん、そうそう、なんかそこをなんか、だから、ただし、やっぱさ、そのやっぱ演技もうまいやん、俺、うん、演技うまいの俺、うん、だからそういうとこもなんか見込んでちょっとお願いできないかなっていう、え、じゃあ俺演技するってこと、あ、そう、だからもう初めからもう、だから凍ってないもうむにゅって掴んで食べなきゃいけない形になると思うんだけど、そこなんかうまくね、演技でやってもらえたらいいなっていう、いけるよ、お願いできないかな、あ、まあ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 、仕方ないね、それは、ほんとごめん、マジごめん、一応あの俺が部屋にいて、そこにカダシが来て、で俺がなんかアイス提供して一緒に食べようみたいな感じでモニタリングしていく感じなんだけど、大丈夫か、あ、まあ、え、バレない、うん、なんかやらせってバレなきゃ、まあまあ、うん、まあでもそこはいい、あの演技見込んで、あ、まあ俺が演技するって感じでね、うん、はい、お願いできないの、あー、まあ、まあ仕方ないね、それは、うん、ありがとう、あ、じゃあごめん、うん、うん、まあまあまあし、うん、やるしかないよね、じゃあごめん、ちょっとお願いします、わかった、はいはい、はい、どうもミスター D でございます。今回ね、僕一人ということで、今回はね、なんとドッキリでございます。今回の企画はですね、この抹茶アイスの中身をわさびに変えてみたという、このね、もうサイコパスなドッキリでございます。今はですね、あの、ね、仙台公演の、ね、前日ということで、今カザシ君と僕だけ今前乗りしてるんでね、これをね、カザシ君に仕掛けていきたいと思います。そしたらね、この様子をみんなで見ていきましょう。ガンミ、はい、ということで、このね、抹茶ね入りのね、中身をわさびに変える方法なんですけど、これ簡単です。まずね、これ食べます、これ、ね、半分ぐらいまで食べます。ちょっとこれ、カズ、ちょっと食べて、え、
ろ知覚過敏で俺。ということでですね、今だいたいこのね上ぐらいを食べまして、ここにね簡単です、これただわさびを入れていくだけというね。ここちょっと待って、あこれ視聴者さんは、うん、ドッキリだと思ってるわけ？もうガチな。いや気づいて気づいて気づいてないんで、ちょっと一回静かにしてもらって。ここでこんだけ食べたのの中にこうわさびを上にねこう乗せていきます。おいちょっと待って入れすぎ。でこれ一応1本入れました。1本入れまして、これを一旦平らにしていきます。これでね多分気づかないと思うので、これで一応多分ねフィルムとかもつけなきゃいけないんで、これをねこうつけて蓋をしてこちらで検証していきたいと思います。ということでガンミな、あのさで、でこれを1本入れたの？そう、でも1本じゃないと分かんない。え1本入れちゃもう分かるよ。で、一回その俺がここに、あとどうしようかな、科学的に俺がここに座ってるん、あ、こっちにしようかな。なんかこういう感じにしとくんで、俺こう座ってるんで、カナシがこうお疲れみたいな感じで来てもらって、で俺がごめんちょっと、あ、私お疲れみたいな、俺アイス用意してるんでみたいな感じで来てもらえれば、うん、そこで食ってみたいな、あ、アイス買ってきた、買ってきたけど食べるみたいな、そうそうそう、そういう感じでいければいいかなっていう。ごめんね本当になんか、うん、もうよっ、うん、えやめてやめて、もうほこり、もうほこりやばいよお前。なんで疲れちゃった？疲れた、移動が長すぎたよ。あ、疲れたよさすがにね、疲れた。何してた今まで？あーでもなんかゆっくりしてたかも結構。あ、疲れちゃった。あ、何してたの？俺、うん、なんか一瞬寝てた。あ、寝てた、さすがにね。寝れないもんな。そう、なんかね、車の中寝れなかった。こそう、バウンス、バウンス狭すぎて。こんなだったの？バウンスがな。あ、そうだそうだ、あれカダシってあれやん、一応関西出身だっけ？あれ関西だよ。あれ、兵庫だっけ？そう、兵庫。あれ、抹茶好き？抹茶？抹茶。抹茶はね、抹茶はね、まあ普通、まあ好きっちゃ好きか。あ、マジで。俺一応ね、一応ハーゲンダッツのさ、うん、抹茶アイス、うん、買ってきてるの、さっきその。ハーゲンダッツ。一応なんか、そう、ヨーアってコンビニ。ヨコンビニにヨーがあってさ、その、ああ、ついでにハーゲンダッツ買ってきて、カダシ食うかなと思って、一応抹茶アイス買ってきたんだけど、食う。え、食べる。あ、食う。俺のってこと？あ、そう、俺もあるんだけど。ああ。まあ、俺なんか一応夜と朝に食おうかなと思ったんだけど、いる？あ、そういうこと。まあ、でもせっかくなら2人食った方が美味しいし。ちょうだい。はい。ヤサオじゃん、ミスターヤサオじゃん、ミスター D ヤサオじゃん。一応さ、ちょっとハゲナッツ硬いやん。硬いね。そう、硬いからちょっとね、溶かしてあるんだけど。あ、今そうそう、サインの練習してる。サインの練習して何やってんの？いや、みんなにね、可愛いサインをね、届けたいなと思ってて。あ、マジで？うん。なんかこの顔途中から消えなかった、君は。いや、増やしてる。最近追加しようと思って。うまっ、あ、抹茶アイスうまいわ。いいの？うん、でいい感じに溶けてる。しかもやさおじゃん、ミスター D。 しかもさ、溶けるとさ、この周りから溶けていくじゃん、うん、こういってさ、こういくのがいいんじゃない？あ、そういうこと。溶けてる、そう、溶けてる分こうかき集めて。なるほどね。そうそうそう。あ、うまいわ。あれ、こんなうまかったっけ、抹茶アイス。ハーゲンダッツやっぱうまいな。な。やっぱレベチだ。うっ、なんか、ああ、うまいな。うまいし。な、結構ドロドロじゃない？俺のなんかめっちゃドロドロして。俺溶かしすぎたかな。まあいいよ、いいよ。うまっ。
どうした、あれお前抹茶ダメだった、なになになに、これなになになに、どうしたのどうしたの、あ、あれ抹茶ダメだっけお前、あごめん待って待って待って、えちょっと普通に食べれちゃうわ、ちょっと甘い、甘いか、ちょっと甘い、ちょっと甘いのか、うん、あの普通もうちょっと待って、演技か、そう演技だよ、これもごめんマジでごめんけど、これ演技だよな、そうあのそんなごめん今めっちゃ頑張った、うん、演技で、そうそう、あのあちょまあ辛いんだけど普通にた、まあ、食べれるっちゃ食べれちゃうんだよ、 OK、 これ演技してほしい、演技ね、うん、もう一回やっていい、もう一回いい、もう一回やっていい、え、ありがとう買ってきてくれて、うん、ちょっとドロドロしすぎてるけど、お前溶かしすぎたな、うん、ごめん、なんか結構置いといたな、マジでなんか食ってみ、めっちゃドロドロやん、うまいよこれ、ほんとにどうしたん、うん、何どうしたん、あれもう、うっ、危ない、え？なんか入れた？入れてない、どういうこと、で一緒なんだ、でもこれちょっと俺のこっちの方食ってみる、ちょっと手つけてないとこあお前、うん、普通でしょ、いや、違うね、俺の方だけどね、どういうことえ、なんか入れた、入れてない、だってそんな、だって自分の開けたやんな、そんな、ふう、揚げなちゃうまいな、これ自分の開けたし、うん、おかしいな、俺がもう一回食ってやろう、え、おかしくね、え、抹茶がダメっていうわけじゃないの、抹茶はね、好きで、抹茶ラテとかよく頼む、抹茶ラテよく頼むんだ、うん、なんか入れた？これもっとオーバーリアクションがいいかも。いや、オッケー。うん。あ、2回目のオーバー。これもっとオーバーリアクション、あの、うん。うん、難しいけど、ごめんね。ごめんな。いや、抹茶やっぱうまい、なんか。いや、なんかおかしいんだよね、俺。俺、抹茶苦手だっけ、って。いや。これうまかったでしょ。それ美味しかった。これ、溶かしすぎたかな？溶けたら、溶けたらまずい。違う、なんかもう抹茶の味じゃないんだよね、なんか。なんか入れたでしょ、あれじゃん、味覚やばいんじゃん、大丈夫、俺一回カルピスウォーター飲み、ダメ、カルピスウォーター普通おいしい、おいしいそのじゃあ大丈夫じゃん、味覚障害ではないか、カルピスウォーターの味するやん、ちゃんとする、え、俺がおかしいかな、これ俺の、うん、あ、え、おかしいかな、おかしいんじゃん、多分だって俺普通においしいもん、トイレ、この後どうします？だから、あ、もうはいということでで行く、うん、あ、徹底、え、おかしいなーやってて、俺があ、おかしいなーって俺カメラはあちらですみたいな、俺がおかしいなーってあ、オッケー、ね、はい、あ、もう大丈夫、トイレ行ったっけ、大丈夫、もういや吐いた、ちょっとね、マジで、なんかどういうこと、いや、なんかね、なんかおかしいんだよな、なんかね、抹茶、え、あの、抹茶とか、グリーンティーとか